どうもー、キーッ。なんでね、さん、俺ちょっともっと真ん中入れてくださいよ。真ん中、あ、そう、ちょっと声でかい。ああ、大丈夫、二人ともどっちみち声でかいからね。、うん、大丈夫、ちょっと下げ目でやります。今日前髪ダサいかな、俺。いや、俺、もうなんかデコ出す気がない。ネルさん、ちょっとなんかもう早速よれてますね。よれて、早い。ちょっとね、ネルさんとこの後、そのね、番組一緒させていただくんで、ね、もうすぐ始まるんだけど、ちょっと無理言ってお願いします。ユーザー放送出しがたいっすね。一室でね、ちょっとやらせてもらってます。なんかさ、終わった後ね、ゆっくりできればいいんだけどさ、終わった後ね、時間ない。間違いないですもんね。うん、ちょっとね、ノイズに関してはちょっと諦めてください。ちょっとあれこれあるこれにあるんで、はい。2人とも髪型出せって言われてますよ。なんだよ、違う、それはね、なんかみんなが見下したいだけなんだよ。しかもさ、ちょっと前まで俺とネルさんといったら結構かっこいい系の代表みたいな感じで言われてんのに、最近ちょっと扱いひどいっすよね、俺たちの。だからそれはね、多分リスナーさんがグヌヌって感じで下に見たいんだよね。何その分析。いやー、わかんない、多分その気がする。何その分析。おっさんだからの、そう、おっさんでもないけどな。ねえ、いくつですか、年。俺39になりました。じじいっすね。もうやばいっすね。40って言ったら病気で死んでもおかしくないっすよ。ほんとに40になったらもう日本関係施設が出始める頃だよね。やばいよね。で、俺たちだったらこのうち39とか40になるんだよ。そうなんだよ、配信続けたら、うん、マジでそれがね、怖いよね。あっという間ですね。だってネルさん、ニコ生始めたの俺と同じ、今の俺と同じ年ぐらいでしょ。32でしょ、うん、ありえないよね。いやーね、ほんと怖いよ。で、逆にさ、俺が多分今のうなちゃんマンが多分あいつが放送始めた頃ぐらいの年齢なんだよね。え、そんな若かったんだ。そうだからね、こうなんかそれぞれルートが見えるよね。え、姉さんはもう、うん、佐野智則になるんですか。じゃあ多分ね、7、8人だったらあんな感じになって、よーおめえらよーっつって、こう昼間から朝からこう酒札巻いて酒飲んで、うん、定食につかずに。そう、あ、いいっすね。だからもうその頃純ちゃんはね、もう仕事なくなって、なくなって、だってこの前競輪で一緒だった時も、うん、なんかまあみどりさんと、うん、ゆかちと高田健志と、うん、で行ったじゃないですか。行ったね。で、いや純ちゃんほんとすごいね、仕事してるんだもんねってみんなが言われて、俺仕事してるってだけでみんなからすげえ羨望の眼差しで見られたんだよ。ほんとね、どれだけの他のやつらがね、仕事してないかって。ありえないよね。生主って仕事してない率がほとんどだから。そうなんすか。だからね、だってもうそのまんま5年後も仕事続けてる。続けてますよね。ほんと、やべ、超まともな社会人だな、ほんとに。じゃあ俺でもネルさんが、俺よく言うんだけど、自分の嘘で、あのネルさんが夏場に、外で体使って渡れて、やってたね。毎日顔真っ赤で、そう鼻真っ赤で、やってたわ。日焼けしてる放送俺めっちゃ好きだったんですよ。で、視聴者がめっちゃいじるみたいな。うん、おい、今日どうしたネル、お前顔真っ赤だみたいな。鼻が開けよ。そう。あれほんとね、ネルさん、ちょっともう一回今年の夏はバイトしてほしいんですよね。ねえ、ほんとにね、今はほんと引きこもり。そう、マジで。ちゃんと、そう、仕事行ってるもんね。行ってます。俺もう完全引きこもってるからね、もう足めっちゃ、よく言う。女子より細くなってるからね。本当に病気の男の足になってるって、ね、そうでもネルさん結構タッパがあるからがっしり見えますね。体重何キロですか。体重ね、72キロ。あ、細いっすね。細い。あんま俺と変わんないんだ。俺マジで身長何センチですか。身長181。俺176で67ぐらいなんですよ。あ、適正体重じゃん。え、でもさ、ネルさんも、ね、そんな感じなんだ。そうガリじゃなくて、ほんとに勝手に結構デブなイメージがあって。なんかやっぱお酒飲むから。でもネルさんつまみ飲まないっすよ。食べないっすもんね。そうだね、つまみ食べない。あのね、うん、こっから先にやる番組ね、うん、酒飲みながらやるから。ね。そう。もうそんなんでいいのかよっていう。そう、それがすげえ楽しいなんだよね。しかもさ、さっき打ち合わせでさ、なんか、いろいろ打ち合わせさせてもらって、まあ、詳細はないけど、なんかそれで NG のさ、なんだっけ、なんて言いましたっけ、フィルター？ NG フィルターね。フィルターオフにしましょうって言って、ね。そう、なんか本来はね、NG フィルターが、まあ、なんか中とかそれぐらいなんだけど。したらさ、って、だってさ、なんかうちのリスナーなんかはさ、NG スコア真っ赤っかな奴らばっかりだからさ、コメント流れねえよっていう。じゃあでもネルさんの視聴者って結構、なんかいい人多いじゃないですか。俺昨日も放送ちらっとタイムシート見てたんだけど、なんだかんだいい人多いんですよ。うちの視聴者本当になんか世に出したら人殺すんじゃねえかっていう、そういう人たちを俺が大事に守ってるから、ちょっと心配なんですよね、それが。いや、本当ね、だから、やっぱりね、NG フィルターなしじゃないと、まあ確かにね、うん、流れないコメントって切ないよね、こう頑張って打ってるのに。そうそう、せっかくだからね、うん、そう、うん、だってさ、今多分ここの放送に来てる人さ、うん、絶対にあの番組の放送のアリーナをゲットするタイプの人たちや。ああ、見てくれますかね。そう、いやね、多分見てくれるよね、きっとね。お酒飲みながらってなかなか新鮮だな。そんなね、
あんまり自分の放送以外で、うん、ねお酒飲みながらってできないですもんね。あ、自分の放送で酒飲んで放送してる？え、してます。最近は。そうなんだ。なんか今まではそういうのをやるやつは邪道だっていうふうに思ってたんですけど、そのネルさんを目の前に言うのもあれだけど。いや最近はやっぱなんか好きなことしようかなと思って、うん、飲んでますね、結構。あ、そうなんだ。自分をさらけ出すっていうか。スマホから配信とかしてるもんね。してますね。なんか、なんだったらツイキャスの。そう。ツイキャス、ね。あ、なんかだんだん自由になってる、だんだん自分を解き放っていったなっていうふうに思って。俺ちなみに帰ってからも放送しますから、これ。ああ、そうね。毎日。だってさ、ギャンブルのあの合宿のさ、はい、くったくたなともさ、なんか3、4時間ぐらい放送してる、ね。あれも辛かったっすよ。あの後だって、なんか名前ベルトかなんかあって、からの家に帰ってから。あれもほんと辛かったっすね。どんだけ病気なんだよ、マジで。じゃあれはなんか、まあ仕事の一環もあり、うん、そうですよね。あ、もうなんか配信したくてしょうがないぐらいの感じでさ。あれはでも、うん、まあでも、いい経験に。うん。なりましたね。それ以来ですもんね。ね、そのぼちぼち俺たち、あ、まだ平気か。大丈夫。25分まで。うん、大丈夫。ちょっと時間もらってるんでね。あれ、どうなのよ。俺、さ、実際さ、まあ、本人に聞かないと分かんないけどさ、うん、名前イベルト。うん、いいっすよ。今、本音でございますよ。うん。はい、だってさ、まあ、ほら、ね、一生主がさ、はい、めっちゃこう、なんか有名な方々をさ、はい、招いて、ね、はい、こう同じようなスタンスで話できるってさ、そうそうないじゃん。まあ、でもなんか、ね、うん、それは別に俺、まあそうですよね。だってさ、今度、うん、緑とか出るんでしょ。あ、緑出ます。4月の10日に出ます ね, ね。ついにあの辺が呼ばれ始めるでしょ、うん、黒人さんと。あ、そうそう、俺と緑さんで、あと、まあ、AV 大のシミケンさんが来て。そう。あれね、緑はほらね、AV 大とか分かるんだけど、あれ黒人って、なんかそういうキャラじゃなかったよね。いや、でもなんか黒人さんも結構、うん、あのエッチな話好きみたいで。そこ、うん、そこなんだ。そう、なんかなかなかね、その言っていいか悪いかよくわかんないけど、まあ、オッパブが大好きだからね。まあね、家庭を持ってるからね、あんま言っちゃいけないのかもしれないけど、まあ別にいいやと思って。男だったらみんなね。そうね、男がみんな、男がみんなエロいもんね。よくそういう話を。うん。そうですね。だからさ、ね、結局俺がさ、あの、ニコ生フェードアウトしたのって、ちょうどね、1年ぐらい前に、純ちゃんと、そうですね。あの後に、フェードアウト、ジャストでしたんだよ。あ、そう、それ、うん、あれ、うん、あの時、てか俺とネルさん生放送一緒にするの2回目じゃないですか。そう。あの時俺顔出ししてなかったんですよ、うん、で顔出しして俺一番最初に言ったのが、うん、俺はネルさんと顔出しで雑談したいって言ってたんですよ、うん、今日夢が無事そうだ叶いましたね。そうだからあれね、やっぱりね、一回はやっとかないと。そうなんか、あの陰謀説流れたからね、加藤潤になんか俺はやられたんじゃないかなんかね、ちょっと、うん、ちょうどね、あの後何も言わずにフェードアウトしましたね。フェードアウトしちゃったからさ。まあね、4ヶ月ちょっと身を潜めてました。まあ何をしてたかは聞かないですけど、うん。まあでもね、その間、なんかめちゃくちゃ放送頑張ってたみたいだね。いや、頑張りましたね。ね、去年の夏はもう MVP ですね、うん、俺がニコ生で。だってなんかもう、めちゃくちゃ、めちゃくちゃやってました。めちゃくちゃ配信したっていうふうに、うん。聞いてたからさ。誰よりも悪口書かれたし、誰よりも放送しましたね、俺が。もうその自負は、かなりしごかれた感じで。すごいやる気満々。あの、なんかそれ一回仕事をなんか、中断して、はい、またんで新しい仕事に就いた。そのタイミングだっけ。いや、まあそれとは若干ずれるんですけど、なんか単純に、うん、もう家もバレて名前もバレちゃったんで、うん、なんかもういろいろ冷やしたもんね。そう、中途半端にしてると余計ね、つけ込まれるじゃないですか、うん、だからもういいやと思って、うん、全部言いますっつって、うん、やめるか、うん、その顔出ししてやっていくかっていうのを、うん、視聴者に伺ったんですよ、うん、でそんなん絶対顔出しして続けろって言うだろうなと思ってて、まあそうだよ、ね、そうだからもう俺の中ではそういう方向性で決まってたんですけど、うん、一応視聴者のせいにして、うん、顔出ししてやってるっていう、お前らのせいだぞって一応なんかあった時に、いやリスナーがって言うけど、俺得意なんだけどね、それは全然好きですもん、ね、うん、そう。いやだってさ、もうこうやってね、もうみんなほとんど最初からね、顔出しでやってる人たちたくさんいるんだからさ、うん、なんの問題もないよ。だってその後実害ある、なんもないっす。もうなんかね、全くないっすね。で出待ちされ、女の子の出待ちされるぐらい、全然ないっす。あ、そう。なんか地方から出てきた、うん、高校生が、広島かなんかの高校生が修学旅行で東京来て、うん、なんかプラン立ててレジディア来たっていう写真をこの門の前で送ってきたことありますけど、そんな可愛いもんっすね。そういうんだよね、多分ね。あ、そう、レジディアと思いました。ネルさん俺すげえなと思ったのが、うん、そう、ネルさん家来た時に、うん、ピンポンをして、うん、うちに来るまでの間、うん、ちょっと時間かけてきてくれたじゃないですか。そうすげえ気が利く男なんだよ。いやーね、もうなんか特定中対策をさ、いや俺それびっくりしました、ね、だから自分がもしそういう時は、うん、あれしようと思って、
って。そう、うん、いやなんかいかにね、俺とか緑がこう外配信で通報されてるからね、そうやって一回じゃあ映像と音切りまーすってそこから わざとねちょっと、ね、そこから徒歩圏内がどれぐらい今これ何分ぐらいの間にっていうのをちょっとね隠さないといけないから。俺でもその裏で放送してて、うん、もうね、家10秒ぐらいで着くんだけどって俺言っちゃったのね。ちょうどねなんか一人で気使ってて門から10秒ぐらいで着くんだけどなーみたいな。おせえなあいつとか言ってたのに、まるで俺が迷ってる子みたいな感じだ。あそこだから結局引っ越したんだっけ。いや引っ越してないです。あ、引っ越してないんだ、はい、あそこにもうどんどん名前主してまして俺たちが専用していこうかなっていう。マジで、はい、あ結局バレたのに何の問題もないんだ。何も問題ないですね。なんかあります、逆に。だからないでしょ。ないですね。だから俺別に地層がカルセアに住んでた頃、はい、何もないかいもなかった。何もないっすよね。何もない、何もない、うんうん、だってあのオードリーの春日だって、うん、自宅分かってるじゃないですか。そうなんだ、はい、だけど全然問題ない、うん、そうなんだよ。だからね、別に全然ね意外と何でもないと思いますよ、普通の配信をしていれば。まあでも正気なやつはそんなことしないですけどね。頭がおかしくないと顔出し、名前出し、住所までは絶対出さないけどね。うん、あ、なんかそう、彼女と別れたってことだけはなんか聞いたんだけど。あ、そう、彼女と別れちゃいました。うん、で、まあ、今は彼女いないんですけど、うん、その後はもう久しぶりにブイブイ遊んでんの。遊んでます、めっちゃ。わー、マジか、はい、それをね、さらっとやれたらいいよね。でも最近本当に、うん、頭の中がセックスのことばっかりで。マジでやばい、もう金あってセックスのことばっかり考えてたらもうね、それ風俗街。いや、俺風俗とかじゃないんですよ。なんか、放送してて、うん、うわーやべえ、女にしてえなってやめることあります。いやー、まあ、あるある。ありますよ、あるある。あるある、ある。そうなんだ、俺も最近放送やめるタイミング自分が抜きたくなったらやめるんですよ。本当に。毎回それだから。もうね、配信切った直後にあの AV つけたりとか。そうですよね。しゅしゅしゅ。それはね、カルセンジであったな。だから、みんなも俺の視聴者はそのタイミングで抜いてほしいんですよ。うん、一緒に。加藤一家がもう勢揃いで、もう。気持ち悪いね。そうそう。そうなんだ、結構ね、そうなんですよ、うん、なんかでも、うん、あれなんですか、やっぱりその女の子を、うん、例えば彼女できたとしても、うん、言わない方がいいんですかね。いやーさ、ね、いいよ。あ、でもさ、全然関係ないじゃん、彼女できましたってさ、別れましたってさ、うん、なんかね、全然なんかそういうのかで、なんかネガティブな印象を与えないキャラじゃん、別に。ああ、そうなんですかね、うん、俺はね、俺はちなみに彼女できましたって言ったら、一斉にブワーってリスナー聞いたからね、マジ、うん、なんでじゃん、いや、あの、いや、なんで、お前は幸せになるのみたいな。いや、あのお前だけは信じてたのにみたいな感じで。何それ。いや、ほんとほんと、いや、ほんとね、やっぱりこう、うぜえよ、お前一人だけお前ありごたじゃなかったのかよみたいな。そう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 、なんかね、もう大会のコメントだったんだよ。なんかあの放送超面白かったんだけどさ、大会放送のコメントで姉さんクソ泣いてる放送。あれ多分去年1ですよ。そうそう、俺もう放送でそれ流してケタケタ笑ったじゃん。おいマジかよみたいな。俺もうもらい泣きそうでしたもんね。大会理由結構ひどいんだよな、マジ。結構ね、リアルにね、刺さることがね、言われるから、結構ね。ピュアだから、この人。いやいや、ピュアだから。辛いよ、あの、わざと聞かせようと思ってね、そうやって大会してるとしか思えないぐらい。なんかでも、それを隠さずに言った方がいいですよね。うん、変に強がって、別に聞いてないよとか言う人、俺嫌いなんですよ。ああ、俺めっちゃ聞くからね。そう、ちゃんとだって人間だったら、そうだよ。そう、俺だって悪口書かれたら、やっぱり嫌なんですよ。うん。でもね、それをなんか隠すのってなんか嫌です。いるじゃないですか、覆面かぶった変なやつ。あいつとか絶対書くじゃないですか。うん、なんか俺はもう正直になるよ、緑さんって俺はだから言ってやりますよ、今度だったら。俺ね、不思議なんだよね。だからもう、それはもう一昨日ぐらいもう節々と話しちゃってさ。見てました。今後、掲示板は必ずチェックしますみたいなさ。そうそうそう。そんなことしなくていいじゃねえか、思いながら。いや、ね、あの、ね、そう、配信終わった後にね、あの、この、ね、立ち往生すいませんでした。あれでさ、やめた方がいいよ。なんだ、あんなさ、なんかもう、あの、懲役、あの、囚人みたいなのないけど、俺らさ、囚人になってるからさ。声も書いてた。そう、だからもう自由にやってください、自由に、ね。おかげさまで、その後、俺が書いた後、コメントがピタッと止まったから、ね、そうなんだ。なんか、書き込みしづれえのかなと。そういうこと書かれちゃった。最近やっぱ2人ともまだ悩んでますから、うん、そういや本当はだからちょいちょいだなんかこのタイミングじゃなくてさ、はい、本当はね携帯されますねごめんなさい、うんはい、なんかこう酒飲みながらまた配信したいよねっていう話はしてるんだよね。ちょくちょくね会うことはありますもんね、うん、そうそうそうだから、うん、まあタイミングを見てとかなかなか思っててなかなか実現できてないから、うんうん、今忙しい。正直言うと忙しいんですよ。そうだよね、ちょっと忙しめな感じで、うん、俺もね2月はむちゃくちゃパンパンで忙しかったんだけど、うん、今3月になって突然お仕事がなくなったんで、ああ1回そう手が空いてる状態。お仕事なくなったっていうのはあれなんですか、うん、断ってるとかじゃなくて、違う違う違う、オファーがない。まあね例えば今日のやつだったりとか他にもあるんだけども、
そうですね。まあ一時期ちょっとバン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 テキサのインドだったんでテキサに使われてたんで。あ、そうなんですか。うん、そうそう、テキサの弾。なんかすごい嫌われようっすよね。なんか、いや、あのテキサがなんか別に全然関係ない仕事で出ても、うんうん、これは絶対裏でテキサが見てるじゃないですか。全然関係ないのね。じゃテキサって今すごい仕事いっぱいしてるじゃないですか。やってる、超頑張ってる、ね、あれなんで言わねえのあいつと思ってるんですよね俺。何を 言わないって。だからそう、こういう仕事やってるよって言えば、うん、もっと株上がってくるのに、あいつなんかよくわかんないことばっかりじゃないですか。うん、言うね。言ってきゃいいのにと思って。いやなんかね結局、うん、あのね、なんかリスナーさん的には、うん、あのなんか前にそのガジェット通信がそうだったように、うん、あのそうやってそういう企業が生主をダメにしていくみたいな感じで、そういうふうにやっぱ思ってるの。だって別にそんなの生主が出ないっていうふうにね考えてれば別にテクサ何も関係ないよね。だから俺テクサが悪いのは、リーダーの顔がブサイクなだけで別にあの会社のあいつは確かに醜いアヒルの子だけど、別にやってることは別に真面目なことやってるんだから、それ全部言えばいいのにと思って。一応ね生主の可能性を広げてはくれてるんだよ。あ、そうなんだ。うん、そうだ、そうだ、そうだ。だからね、例えばそうギャンブーとかさ。あ、まあ、確かにあれは現場面白いですね。マジで。そうそうそう。うん、なんかいろいろね、こう、なんか普段生主がこう、なんかさ、できること、できないことをさ、うん、なんか番組やるとかオファーっていう形でさ、うん、あとはその番組制作っていう形でやらせてくれたりとかしてさ、うん、でもなんかそういうのがね、いや、さ、やめましょう。あんまりテクス褒めてると俺たちの髪が下がるから、ね。言いながら顔がブスだってところで、25分になったんで、そうだね。そろそろね、出番なんで。そう。行きましょうか、じゃあ。行ってきますよ。みんなもじゃあ暇だったら見てね。そう、あの、酒飲みながら放送するんで、はい、みんなもあの酒を片手に、はい、バカボンを、テレビを持ってきつつ、はい、パソコンを見ながら、はい、放送も見てください、はい、うん、そんな感じで、あ、いい、あのバカボン見ないでずっと俺らだけ見てバカボン見なくていい。あ、それいいっすね。そう、俺らが酒飲みながら会話してるだけ聞いてて OK。 はい、そうですね、うん、そんな感じで、またじゃあまたなんかね、皆さんもまたね、ユーザーでも一緒になんかやりましょうよ。そうそうそう、外行ったりしましょうよ。いいね、外で酒飲み配信したい、ね、はい、やだよ。やなんで、なんでなんでそんな俺物食いみたいなことしなきゃいけないの。室内で飲もうよ、飲むんだったら。いやそれは純ちゃんのおごりで。まあそれはもうちょっと半分半分で行きましょうよ。そんな感じで、ということで後ほどお会いしましょう。外で飲むのは嫌でしょ。そうか、お疲れ様でした。お疲れ様です。